美術で日本を元気にする週刊動画絵画骨董買取プロの田中です。岡本真宗という人がいましてですね、これ割と最近やった展覧会の図録ですね、2年前だったかな。岡本真宗はね、割と早くなって30そこそこで亡くなったんじゃなかったかな。で作品数が極端に少ないんですよ。でこう代表作とされるこの表紙の作品もですね、実は卒業制作だったはずで、まあとにかく卒業後もね、なんかなんだかんだ理由つけて仕事量がすごく少ないので、作品はちょっと希少性があります。でたまたま私どもでちょっと入手したのでですね、まあ、こんな感じの作品なんですけど、今度のカタログに載る予定ですので、ぜひ注目していただければと思いますが、何はともあれもしですね、お持ちの方いらっしゃいましたらぜひ、お譲りいただければと思います。あるいは、また欲しい方ですね、いらっしゃいましたらご連絡ください。まずですね、買取に関してはこの絵画骨董買取プロのホームページまでお願いいたします。この QR コードで LINE 査定ができます。それから、ギャラリー集荷堂のこれ販売に関してはこのホームページですね、電話番号とあとこの QR コードはホームページにつながるようになってます。こちらも、ぜひご参照ください。カタログのお問い合わせなんかもこのホームページからいただけますので、定期購読などしていただけます。ありがとうございます。